皆さん、おはようございます。上野貴子の俳句 TV、 今朝の一句をお届けいたします。今日はお天気の方はですね、晴れと出ているんですけれども、ちょっとですね、曇ってくるかもしれないような予報になっております。なんか昨日はですね、すごく暑くて、東京地方なんかね、夏みたいだったんですけれども、今日はね、どうでしょうかね。まあ雨がね、降らないといいと思っております。さて、この今朝の一句なんですけれども、芭蕉の俳句をご紹介しております。松尾芭蕉は生涯に1000句余りの句を残したと言われているんですけれども、その中から毎朝一句ずつご紹介していきたいと思います。それでは今朝の一句、松尾芭蕉56番目の句をご紹介いたします。この梅に牛も初音と泣きつべし。この梅に牛も初音と泣きつべし。1676年、芭蕉33歳の時の句です。それでは解説してみますね。梅がお正月らしく、まさしく美しくここに咲いている。そこにいる牛までもちょうどよく、初めての鳴き声を上げていることよ。と、解釈いたしました。今日の句なんですけれども、この句はですね、まず、まあ、リズム的には、上五、この梅に、と始まっておりますよね。そして、牛も初音と、で、中七。そして下五が、泣きつべしと五文字。ということで、五七五とですね、ちょうどリズムの方は17文字、17音できっちりと、整えられております。中身はと言いますと、まずこの梅。ということですので、そこに梅の木があるということですよね。ここにあるこの梅というふうに始まっております。ここにあるこの梅に、牛というのは、もう単純に、動物の牛です。で、牛も、初音と、と来てますね。この初音というのが、この句の中で、まあ中心というかね、大きな意味を持ってるんですけれども、初音というのが、季語になっております。今で言う新年。芭蕉は江戸時代のことですので、江戸時代では春になるわけですよね。この初音。初めての初という字を使っております。ですから、初めて聞く声、音ですので、お正月新年ということになりますね。そして下五、泣きつべしと来ております。ですから泣いているわけですよね。まあ、泣いている、泣いていることぞみたいな感じで、泣いているということを、芭蕉は歌っております。そこに梅こそあって、そして牛がいて、泣いていると、もうもうと泣いていると。これは新年のおめでたい、ほのぼのとした風景っていうのが、思い浮かびますよね。ですので、芭蕉は初音という言葉から、この梅の美しさ、そして、ただ梅がね、美しいだけではなくって、お正月のほのぼのとした牛がもーっとこう鳴いている。そういった田園風景を、読まれているのではないかと思います。初音という言葉がね、現代でも使っておりますが、字にしますと
こゆいちです。初音。初めての音。初音。と、こうなりますね。こうなりますので、お正月の季語なんですね。この初めての初という字を使っております。この初は、初春だとか、何でもよく使いますよね。初日の出。ね、初という字を使います。そして、これはお正月、初めてのことですので、お正月、新年を意味するというふうに現代では季語になっております。で、芭蕉の時代ですので、立春イコール、お正月、新年だったわけなので、これは今で言えば新年の句、芭蕉の時代で言えば春の句、そしてお正月を意味するということになるわけですね。まあこれは、意味的に全然難しくないと思います。そして、泣きつべしというのも、こちらの泣く、人間が三髄の泣くではなくて、こちらですね。動物などの泣く、こちらの泣くという字を芭蕉は使っておりますので、牛が鳴いている。これは、何かね、例えの含みがあるというのではなくて、牛が鳴いているというふうに、受け止めていいと思うんですね。そして、初音というこのお正月の季語。これがやはり一句の中で大きな決め手になっていますので、なんて美しい梅なんだろうという、それだけではなくて、しかも、牛も初音と、ということで、しかも、牛までもが、お正月ですよ、と、もう、という、初めての泣き声を、聞かせてくれている、泣いている、なんてほのぼのとした、いいお正月であろうか、というようなね、意味合いが、しかも含まれていると、梅、プラス、牛の鳴き声で、お正月らしい、ほのぼのとした田園風景を、歌っているのではないかと思いました。それでは、今日はこんなところで、句の意味はね、二つのことを読んでいるんですけれども、そんなにこう、なんて言うんですか、現代の今の人間がこう解釈しづらい言葉ではないですよね。梅と牛。いかにもね、取り合わせも、思い浮かべられるような、綺麗な梅が咲いている田園風景を読まれているのではないかなと思います。それでは、最後にもう一度、今朝の一句。56番目の句をご紹介いたします。この梅に、牛も初音と泣きつべし。この梅に、牛も初音と泣きつべし。1676年。芭蕉33歳の時の句です。それでは今日はこの辺で。また明日。バイバーイ。さよなら。
あれ？くそ、もう一回やった方がいいかな。途中で一回出たよな。あれ12日12月12日、メッセージが使用されました。